から座ってください。どうも。もう押してますんで。あ、失礼。ちょっと赤もないですか。あ、もうホワイトボードなんか映る。あ、これやばいね。見て、4月のこんな。まあいいんやけどね。赤服は何何。いかに小忙しいか。のアピール。じゃあ食べましょう。カレーの小話があるんですか。カレーの小話。いや、小話はないけども、うん、すいません、バスの乗務員がカレーを食べてしまってこれクレーム、クレームクレームが、クレームが、なんかこんな話あったらしい。うん、なんか SNS でちょっと話題に。あれは何があかんかった。カレーがなんだった。カレー、いや、メニューじゃないでしょ。あれはカレーいつにはないってこと。あれは中にはその、うん、お客様の目につくところで食事をするなんか持ってのほかっていう考えがあったんですかね。え、じゃあ絶対私たちの YouTube 見てないじゃないですか、そんな人。そうそうそう、そも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 そうやな。いや、あのもうちょっといいものを食べようっていうクレームやったっていう説もある。ああ、そんなんでは、もっとちゃんとした、ちゃんとしたっていうか、カレー、カレーもちゃんとしてるでしょ。カレーもちゃんとしてるけども、義務なんだから、もっと精のつくものを、うなぎを食べなさいと。まあ、それ言ってみます。そんな人いました。体をいたわってくれる。でも、そういうコメントもあった。あるんや、あるんや、うん、もう、まあ、何ちゃくちゃかしたり、まあまあまあ、まあ、そう言ってるんじゃないのかみたいな。俺その当該のあれは見てない、投稿は見てないの、はい、でなんかその盛り上がりだして、そのみんながわーってコメント入れ出したやつを見たから、はい、その当該コメントの内容などういうクレームやったとか、そんなのはよく知らんの。あ、下にご飯ありますよ。どうした。いや、今、あれ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 、素人だね。素人だね、面白い。お前、これ考えるな、でも。いや、だってカレーはそんな分離してないじゃないですか。カレーはね。趣味めっちゃなんかヘルシー思考じゃないですか。ことないよ。いやいや、こっちは焼き鳥好きですからね。でもサラダとかなんか食べちゃった。ちょっと気にしてるから。しかもちょっとネバネバネバ系、ネバ系、これでも美味しいんですよ。うん、そんなんはいいんですよ。うん、最近めちゃめちゃ YouTube してますよねって言ってもらえることが増えて、もともとなくはなかったんですけど、まあ平均したら1日3人ぐらいの人には。めっちゃ声かけられますね。そうなんです。え、仕事中に？うん、もちろん。それはどうやってな。どういう人に？バスの運転手さんとか、たまたま観光地に来てた人とかがこのバス見て、拾おうとして、でこれみんなに言ったかわからないんですけど、ものすごい恥ずかしみを受けたことがあって。恥ずかしめって。この時どうしたらよかったのっていう。恥ずかしめために問題。そうですよ、あのね、某美術館、島根県の。あ、はいはい。で、休憩室用意してくださってるじゃないですか。めっちゃ暑かったね、エンジン切って休憩室に持って、一杯の赤コーラ、あ、某コーラを飲んでたんですよ。運転手さんと何気なく喋ってたら、なんかね、機械が壊れたみたいな音するんです。カッ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 って、うん、何かなって、聞き耳立ててたら、どうも私の笑い声で、要は、全然お話もしたことない、ご挨拶もまだしてない運転手さん、前にいらっしゃって、そういう人が YouTube を見てたんですよ、この状況、私がおるっていうのを分かって見てらっしゃるので、逆にね、最新の動画やったら、あ、今日上がったし見とこうっていう感じで分かるけど、全然結構前のやつとかだいぶ音量上げて見てて、なんかこっちから声かけるの待ってるみたいな、いや、かけませんからね。めっちゃ恥ずかしいと思って、私見てくれてんの言うて、言わないじゃないですか、その自販機の壊れた音はか笑い声や。そう、それはまず、それはまずそう。なんかすごい音しますよね、私の笑い声。カン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 って。確かに。
でまさか自分の笑い声が聞こえるって思わないじゃないですか、うん、そんな YouTube やってる弊害ですね、うん、あれ恥ずかしめでしたよ、だいぶ。でも結局5連くなってそこに、うんうん、いや、その YouTube 見てくださってた方とは特に何のコミュニケーションもなく、うんうん、私そういう時ほんまなんか人見知りしちゃうっていうか、うん、え、いけます自分から見てくださってるんですかとか。いや、それは俺は無理やでしょ、うん、え、その場合に折れますかほんでなんかでも出ていくのもなんかちょっと自意識っぽい感じもして、なんかチーンと耐える。他にもお店さんいるんですよ、いっぱい。まず迷惑やからやめた方がいいと思うんですけど、なんか言ってくださったら、うん、もし気づいてたんだとしたら、うんうん、そうやね、そもそも気づいてたかどうかね、そうそう、分からへんけど、たまたまかもしれんし、カレントで気がついてなかったとしたら、すごい接近遭遇確認やったかもしれんで、なんか似てるけどちょっともう一回確認しとくみたいな。おかけしてよ変な笑い声があそこに響いてたんで、あろうことかそういうシーンだったわけだよね。そんなことが、はい、あれ、それそのサンドイッチ太蔵さんですか。うん、浮気してるじゃないですか。そんなこともあるよ。ハムチーズ卵、うん、そんな不慣れなもん食べたら今怖そうです、ね、普段食べへんもん食べた。ポークハムとチダーチーズ。今日結構チーズを選択されてますね。うん、そうですか。カレーにもついてた。あ、そうなんや。ラスの応援、そういうことだね。ちゃんとコンセプトを持ってらっしゃるのね。じゃあ、夜行ラスとか行ってたら声かけられないんですか。八王子サービスエリアではこれかけられたことありますよ。その同じく他社さんですけど、うん、夜行バス走ってらっしゃる運転手さんと。はいはいはい、そうですよね。私も駐車場で声かけられることが圧倒的に多いんで。あとは、たまたま乗り合わせられたお客様からかけられたこともある、はい、某路線バスで徳島に行くやつあったじゃないですか、はい、お盆時期ぐらい、はいはい、あの時に、私のバスに、なんか一番前になんか乗ってくれてたらしい。それ後日分かったんやけど、後日分かったんやけど、うん、何で分かったんですか。その方の息子さんが、実はこの前うちの親父が徳島行った時に大将さんのバスの一番前に乗っててみたいなことを杉さんに声かけてた。なんかややこしい話、入り込んだややこしい話だけども、そういうことがあったらしい。大将さんは一切直接やり取りしてない何も、うん、レベルなかったね。でもそのあのバスステーションで、うん、太蔵さんってなんか言われたような気はして、うん、もしかしたら言ってくれたんかもしれんけど、こっちもその受付とかでちょっと慣れへんことでバタバタしとったんで、うん、ん空耳とかって思ったんやけど、もしかしたら声かけてくれてたのかもしれない。かとしたらなんか無視したような形になってるかもしれない。忙しいから遠慮してくださったのかもしれないですね。ちょっとそこは分からへんけど、うん、なんかそういうのが空耳か何か聞こえたような気はした。僕この間天井さんが一緒に同乗させてもらった天井さんが、ガイドさんと生産の YouTube 見てるって話をされてて、で、まあ、杉さんの無線がよう聞こえてたんですね、その日。で、たまたまその次立ち寄った駐車場が杉さんもまたいらっしゃって、まあ、ちょっと入れ替えみたいな感じだったんで、ちょっと話はしてないですけど、で、杉さんの姿見出すように、いやー、杉さんって言ってたんですけど、僕には一切気づかず。マジ運転しながら、ああ、杉さん、やっぱ人気やなと思いながら。何もしてんのよ、あの人。なんでやねん。えらいことがありましたけど。え、一日乗ってた、その人と。困りですね。え、そのガイドさんも言ってくれへんの。ガイドさんは YouTube 見てなかったので、ご存じなかったんですけど。
それこそもうちょっとその天井寺さんとガイドさん YouTube 見てあるところに割って入ってよかった。いやー、面白そうだね。それはやばやばー。いつ気づくかな。いやー、それって言えないよね。この前は、まあ、はい、泊まり先で、あの岡山のエスデンさん、エスデンさんの乗務員さん、はい、ガイドさんとドライバーさんと一緒に行って、はい、で、まあ、あの私と乗ってたガイドさんがそっちと、まあ、知り合いやったということで一緒に食事を一緒にさせてもらったっていうのことも、いいな、うん、すごいね。でも何喋っていいか分かんないんですよ、そんな。そのエスデンのドライバーさんがむっちゃ見てくれてて、うん、そうそうそう、あれはどうやったんですか。キャプテンってどんな人なんですか。なんてたんですかそれ。いや、まあまあ、あのまんま、あのまんま、どんな人。何を思って質問されたんですかね。実は違うっちゃう。あんな人おるんかいな。ここから三本は取りたいです。マジですか。無理過酷や。でもこれを一本としてあげれるか分からないですけど、うん、何のテーマもない、うん、考えて、うん。いやでもこういう一堂に会することはもうちょっと久しぶりやし、今後も当分ないかもしれないですけど、うん、はい、オフ会ツアー以来。ええ、そうやん、4人揃うってそうじゃない。そうですね、うん、いや旅行の日抜いたらそう。あ、いや旅行もありましたね、うん、ああ、そうか。まあでもあの人はね、食べに行ったぐらいで、うん、そうちょっと打ち上げとかない。そうそうそう、打ち上げさせてもらいました、はい、そう、うん、初何の打ち上げか、まあまあ、はい、実際はそうやね、うんうん、じゃあ大体ああいうの行ったらなんかエピソードとかできるもんじゃないですか。特に何もないですよね。打ち上げに行ったっていう、あの翌日から俺5泊、そう、そうだね、うん、そうやったんですか。そうそうそう、翌日から、あれか、あの翌日に僕達成した。あー、ゴミを貼ってないけど、うん、おめでとうございました。結構コメント来てたね。おめでとうございます。何でみんな知ってるんですか。Facebook に、あー、達成って本当逆に何もご存じないですよね。何を見てるんですか。社内の動きというか本当ご存じないのこの YouTube さえ見てないんだから、ご縁があるかもしれないですけど、興味がないっていうか、ご縁あるね、ご縁ありますね、絶対ご縁ありますね。誤解を招く。そうそう、あのだいたいあの何十万キロ達成とか表彰がありましたとかって、あの会社が Facebook に載せるんで、その Facebook に皆さん私だと気づいていただいて、やっぱり嬉しいもんです、はい、あ、そう言うたらこの間 YouTuber っていう呼び方がどうなんかあれやけど、こう普段画面で見てる人を生で実物に会うとやっぱり嬉しいんでしょうね。うち の, あの奥さんもあのスーパーに買い物に行った時にあの有名 YouTuber に会うたとか、わざわざ僕に LINE をして、その辺でですか、近所のスーパーで、とか言って、誰って言って、知らないじゃん。逆に僕聞いてもそれ知ってんのかなと思ったら太蔵さんです。なんだそれ、びっくりした。なんかじっと見られてるから、どっかで見たことある人やなと思ってて、うん、で、あの果敢に YouTuber に声をかけたいや、そのちょっと前になんか家まで送ってもらったりとか、めっちゃお世話になってんのに、なってんのになんかちゃんと顔をわからんかったんだ。いや、レジでしためっちゃおもろいやけど、結構近所で、まあ、その時うちの奥さんと一緒やったけど、うちの奥さんにしたらなんか女性から声かけられてややこしい。そうそうそう、だからなんかあの、あ、私いたらいけないんかなみたいな感じで一旦離れた、ほんで後であの人誰だって聞かれて、いやいや、トムさんの奥さんに言ったら、挨拶せなって僕になってで後から追っかけていって、
そうそう、いつもお世話になってますって。めっちゃ面白そう、ね、タイミングによってはちょっと一食そこあって妻が、いや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 、もうちょっと失礼な失礼な態度失礼じゃん、申し訳ない世間狭そうか、でも近いよもんね。そうなんです、生活圏内、生活圏が近いですからね、うん、まあ、だらだらと喋ってますけどもね、はい、なんせ今日あと3本取るんで、うん、4本です、うん、ごちそうさまというところです、はい、頑張りましょう、はい、じゃあ、早速準備して開始、はい、あれして何してる、果汁、果汁マーケット、あ、それは果物かな、ね、あ、なるほど。